広島分離科大学、旧制広島分離科大学は、1929年、昭和4年4月に設立された管理ツの旧制大学、高等師範学校を基盤に、中等学校教員の養成を主要な目的として、設立された、旧二分離大の一つである。歴代学長、第六大学長を除くは、不地校となった、広島高等師範学校の校長を兼任。 広島公師の大学昇格という形で設立されたため、高師は同校の所在地、現在の広島市中区東千田町に置かれ、1931年、昭和6年6月には、大学本館、現在の広島大学給理学部1号館が、築された東千田町校舎。1945年、昭和20年8月の原爆被災により、 校舎のほとんどが消失した分離台は各地に分散して、疎開、1946年、昭和21年1月には、埼玉群江田島町、つくむ国民学校、旧徴用校寮で、第3学年帯門下系、第1.2学年の2月には、鴨郡群のみ野村の旧海軍衛生学校で、理科系、第1.2学年の授業がそれぞれ再開された。4月頃には、 校舎、施設に大きな被害を受けた分離代に対し山口県など来店、誘致の申し出があったが、現行地への復帰という大学当局の意向は動かず、4月15日には理科系学生が、9月には文科系学生が補修された東仙田町校舎に、それぞれ復帰した、ただ科学科は、倉敷市の倉敷農業研究所、地学科については、 再起軍の久保国民学校で当分授業を行った。文理大の東千田町高地は、新生広島大学の本部キャンパスとして継承され、大学生門から旧文理大本館、理学部一号館として、継承の正面までキャンパスの中央通り、初代学長、森戸達夫に、波、森戸道路と、命名が建設された。しかし1980年代以降、 高大キャンパスの東広島移転が進行したため、旧本部キャンパスのうちかつての分離大工地が占めていた部分は、旧分離大本館及び、正門門中、旧分離、大正門門中のみを残して施設が解体、撤去され、1997年以降、東千田公園として整備されている旧本部キャンパス全体の現状については、 広島大学東仙田キャンパスも参照。なお通信教育関係など一部施設のみを残している東仙田町キャンパスに入って、すぐの場所に広島高等師範学校、広島分理科大学校、起こりよしゆき九百979年8月が混流されている。大学本館は分理大発足後の1931年6月に、 竣工した RC 作り3階建ての建造物で、1933年までに、現状、2014年の世の地形構造となった。分離内閣学科の事務室、研究室が設置されていたが、第二次世界大戦末期には、建物全体の1、3が、中国地方総監府に接収された。原爆被災により本館は大きく損傷した建物、内部もほぼ全焼したが倒壊を免れ、 応急修理を経て1946年9月には本館での講義、研究が再開された。戦後の申請以降に際して、広島大学に移管されることとなり、分離台を母体として発足した理学部の一号館、本館校舎として使用された。1991年、理学部が東広島市の新キャンパスに移転すると、建物は閉鎖され、その後は、 国立大学財務、経営センターが管理していたが、2010年から広島市に移管され、旧大学本部キャンパスの大半を転用した東仙田公園内の移行建物となった。戦後、広島大学の旧生前進行に由来する被爆建造物が次々に取り壊されていく、広島大学旧理学部1号館9、高大キャンパス内のその他の被爆建造物参照中、 広島大学附属中学校、高等学校校堂、旧、広島高等学校校堂と共に、原爆投下時からほぼそのままの姿を残す、広島市内でも貴重な数少ない被爆建造物の一つとなっているが、2014年現在は、壁面タイルの欠落など老朽化などの理由で立ち入り、禁止となっているため、建物内部も公開されていない。 その一方で保存に向けての協議も進行中である。また、被爆時に負傷者が暗闇の中館内を手探りで脱出した際、血痕が付着した1階北口の壁面タイルは、キャンパス移転に際して取り外され、2つのついた立に仕立てられて移転先の理学部校舎において展示されている。改革は、年月日、広島の初代校長である、 北条時義校長の転任を記念して、小指導総会によって建造された後講師に寄付され、教育博物館として使用された運河作り、2階建ての建物である。広島では、初めての本格的ゴシック風建造物であり、設計、志向は、県立広島職工学校、現、広島県立広島工業高等学校が担当した。講師、分離大正門。 現在の東千田キャンパス正門に向かって、右側の電車通りに面する地点に位置し、当初は展示室、寄品室のほかペスタロッチ研究室が設置されたが、分離台の発足にともない一時閉鎖された後、1934年1月には、同校の付属教育博物館に転用された。その後、長ろ角は、博物館としては開店休業状態になっていたが、 1944年8月に付属理論物理学研究所が設置されると同研究所のところ屋として使用された。原爆被災時には爆心地から1 6トルの位置にあり爆風によって東西のレンガ壁と戦闘アーチを残してすべて崩壊した。このため詳細な時期は不明だが戦後ほどなくして解体撤去された。跡地は 広島大学東仙田キャンパスが立地する敷地の一部となっている。1945年8月6日の原爆投下による熱戦、爆風により大学本館は内部が1階の3室を除いて全焼し外殻のみが残る状態となった。理論物理学研究所として使用されていた講師以来の長懐閣も戦術の通りほぼ全開した。 原爆による死亡者は、即死、または、数ヶ月以内に死亡した者だけで教職員が46名、学生が21名、学府と動員されずに残っていた学生や、東南アジア諸国からの留学生である、た特別留学生が含むれる、計67名である、1945年末までに、計134人が死亡。また、分離体本館に設置されていた中国、 地方総幹府の職員も多数の犠牲者を出した。新生広島大学移行後の1972年3月には、広島大学原爆死没者慰霊行事委員会が発足して、分離台を含む広島大の旧正包括校の原爆犠牲者の慰霊事業が行われることとなり、その主要事業として1974年8月、広島大学原爆死没者追悼の日が混流された。 この石踏みは、広大本部が東広島キャンパスに移転した後も、東千田キャンパス内、戦術の発祥の地石踏みの金に残され、大学関係者によって、毎年、霊式典が行われている。分離大では1934年、昭和9年から三村義隆、理論物理学研究室と岩月虎之助、幾何学研究室による相対性理論と、 量子論の包括を目指す波動機科学の共同研究が開始され、理論物理学の広島学派として全世界からの注目を集めていた。理論物理学研究所は、この共同研究を基礎に、戦時下の1944年、昭和19年8月、大学付属の研究所として設置された。この研究所は、理論系の物理学研究所としては、 日本最初のものであり、初代所長には三村が就任、施設には戦術の長懐閣が当てられた。三村は物理学の権威として、広島に駐留する陸軍関係の講演会で、しばしば講師を務め、偶然にも、広島への原爆投下前日の1945年、昭和20年8月5日、宇品の陸軍船舶練習部において、化学兵器についての演題で、 原子爆弾製造の可能性について言及し、今次大戦には到底間に合わないと述べている。しかし設立から一年も経たない、翌日の原爆被災により研究所や設備は完全に消失し、岩月など2名が殉職、三村を含む多くの研究員も重傷を負った。戦後間もなく、研究所は三次軍向島の分離大付属臨海実験所に曲がりしていたが、 三村所長の郷里である、鴨群竹原町、現、竹原市から施設の提供を受け、1948年、昭和23年3月にこの地に移転、開所して、再出発を果たした。新生広島大学への移行に伴い、研究所は、広島大の淵研究所となり、以後約40年間、竹原の地で活発な研究活動が行われた。しかし、1990年、 平成2年、京都大学基礎物理学研究所との統合により、竹原の研究所施設は廃止された。現在、跡地には、記念碑が混流されており、旧研究所建物が、広島大学瀬戸内県フィールド科学、教育センターとして使用されている。第二次世界大戦後、広島県における、国立総合大学設立を目指す動きが起こり、1947年、 昭和22年1月には県政座段階で国立広島総合大学の設立が取り上げられ県民の熱望が高まった。これを受けて分離大も同年10月国立広島総合大学設立支案申請書文部省に提出12月23日には県知事直轄の国立広島総合大学設立推進本部が設置された。 翌1948年昭和23年1月12日には広島大学設立規制同盟が結成され、分離大は国立広島総合大学設置申請書を文部省に正式に提出。以上のような動きが1949年昭和24年5月の末の国立広島大学設立につながった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。